修理する BMPCC4系の症状ですが、一つ目は、IR カットフィルターのカビです。二つ目は、AC アダプタで電源が入らないことです。修理の申し込みは、ブラックマジックデザインのホームページの、サポートを選択し、一番下までスクロールして、メールを送信を選択し、必要事項を入力します。タイトルは修理依頼であること、メッセージには症状を記載します。すべて入力したら、サポートのリクエストを送信をクリックします。以降はすべて、メールでのやり取りとなります。修理可否と、場外さんの回答が送られてきますので、納得できるなら、製品を送ります。症状の確認と、概算が送られてきます。自分の場合、IR カットフィルターの交換と、AC アダプタの故障という判断となりました。AC アダプタは修理不可で、新品購入となるため、別の窓口を案内されました。修理内容、概算に納得できるなら、修理依頼する旨を返信します。仮修理を行い、最終見積もりが送られてきます。納得できるなら、修理の依頼を行います。なお、ここまでは修理のキャンセルを行うことができます。返送代はブラックマジック負担で、送り返してくれるそうです。修理が完了して、送られてきました。IR カットフィルターも綺麗です。AC アダプタは、新品購入なので、別口で事前に送られていました。ちゃんと、電源が入るようになりました。今回かかった費用は、IR カットフィルター交換、基本料金、15,000円、技術料金、15,000円、部品代金、18,164円、消費税、4,816円、合計、52,980円。AC アダプタ購入、部品代金、5,436円、消費税、544円、送料、600円、消費税、60円、合計、6,640円。今回かかった費用の総合計は、59,620円でした。新品で20万円ぐらい、中古で10万円ちょっとくらいでしょうか？あまり出てこないですね。安くはないですが、使い続けたいなら仕方ないです。それだけの魅力が、BMPCC4系にはあります。